皆さん、こんにちは。ディアブロファンです。今回はディアブロイモータル、無料で手に入るアイテムの紹介になります。その中にはなんとレジェンダリー装備も含まれるので、ぜひこの動画をチェックしてください。では最初に紹介するのはバトルパスになります。上の段、無料で手に入ります。なお、下の段の評価の方は、課金となっておりますので、注意が必要です。そしてイベントのタブに移ります。事前登録報酬で全て配布されているコスメティックの装備2種、そしてサンクチュアリーにようこそからはレベル達成報酬でもらえるアイテムです。また、宝箱をチェックすると、そこでもね、アイテムが手に入るので、忘れずチェックしておきましょう。そしてお次は、デイリー報酬ですね。モンスターを最低1体以上倒すともらえるデイリー報酬。こちらの方はレジェンダリー宝石等も含まれるので、ぜひ忘れずゲットしておくといいのかなと思います。そしてタブは移ります。ショップの方から移るんですけれども、無料のデイリー報酬というのがこちらにございます。今すぐ受け取るをチェックしていって、多少のね、ランダム性はあるんですけれども、せっかく無料なので素材等のアイテムはゲットしておきましょう。そして最後にご紹介するのは無料のレジェンダリーをゲットする方法です。取引のタブからバトルパスやアマトの恵み、そして振動の道、こちらの方をチェックしてみてください。1人前の職人の報酬、レベル50の報酬で片当てのレジェンダリーをどれか1つ選んでゲットすることができます。もちろん今すぐゲットする必要はなくて、一旦見送るということもできて、いつでも手に入るので、ぜひね、自分のビルドに合った装備をゲットすることをお勧めいたします。レベル60になりますと、パンツの V、そしてパラゴンを達成、レベル5を達成すると、なんとセット装備が手に入ることができます。こちらも好きな一つ V 選ぶことができます。能力もね、チェックすることができますので、落ち着いて自分のビルドに合った、またはこれから必要になるだろうという装備を、ぜひね、ゲットしていただくといいのかなと思います。さて、今回は無料で手に入るレジェンダリーや無料デイリーで入るアイテムを紹介しました。意外と忘れがちですのでね、こうやってディアブロイモータルを楽しんでいただければ幸いです。ではでは、短い動画になりましたが、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。